間違った解説がずらりと並んだので、ちょっとやっぱりね、説明しなきゃいけないな、パドビーにするんじゃないんですよ。で、なんでなんだ？ I なんとか in China for 3 years when I was a child, but I can't speak Chinese at all.お待たせしました。ムーチェチャンネル。さあ、今回なんですけども、英語の時制の問題、はい、解説していきたいと思います。はい、前回だっけ？前回じゃないや。前の動画でですね、この問題の意味がわからないということでですね、はい、たくさんのですね、回答、コメントいただいたんですが、間違った解説がずらりと並んだので、ちょっとやっぱりね、説明しなきゃいけないなって思いますね。I've been there three times when I was in elementary school っていうですね、はい、これなんですけど、これが間違ってるっていうので、まあ、回答を載せてたんでね、YouTube のコミュニティに。まあ、解説を書いてくれる方はいるんですけど、まあ、後付け解説なんだよね。もう答えありきで作ってるから、まあ、めちゃくちゃな解説が並んでたので、ちょっと真面目に説明します。はい。これ、何が間違ってるかわかります ?I have been there three times when I was in elementary school って。そうです。これ、I went there とか、まあ、I was でもいいですけど、I went there three times when I was in elementary school なんですね。で、これを I had been にしちゃう人が結構いて、been にするんじゃないんですよ。で、なんでなんだっていうので説明していきたいと思います。なぜ had been じゃなくて went なのかっていうのをね、説明するわけですが、まずですね、最初にこれ when 説があるからでしょ、 when 説があった場合は had been とかって使えないじゃんっていうね、書いてあったんですね。 had 足す過去分詞使えない、そんなことないですね。はい、この問題見てください。ダン、はい、解いてみてください。はい。The train なんとか when I reached the platform, so I didn't have to wait in the cold ですね。寒い中待たなくてよかったっていうやつですが、プラットフォームに着いたとき、電車は had already arrived。すでに到着してた。はい。これ had たす過去分詞出てきてますよね。when があるけど。で、had たす過去分詞を使う場合っていうのは、こういうふうに when I reached the platform ってある過去の基準があります。基準となる過去があって、それよりも前だよっていうときね。それよりも前が関わってくるんだよっていう時に、had たす過去分詞が出てきます。The had already arrived っていうの、このね、プラットフォームに私が着く前にもう電車は来てますからね。だから、when があるからとか関係ないです。他にも、こういうのがありましたね。過去形が出てくるから、過去形が出てきた場合っていうのは、現在完了は使えないんだよ。間違いではないですね。間違いじゃないけど、はい、こちらの問題見てみましょう。Ever since they first met at the sports festival, Pat and Tom, なんとか each other. これ、ユーテラの問題でも使ったかな。うん。で、はい、これ、ever since 何々してからずっとってやつですけど、これしてからずっと、スポーツフェスティバルの時からお互いにメールを送り合っているってやつなんですが、そうですね、起点として過去がなっている場合、since とかがくっついてね、過去が起点となっている場合は、現在までに関わっているよっていうことであれば、現在完了は使えますから、だから過去形があるから使えないとかっていうルールはありませんですね。だから、Pat and Pam have been emailing each other ですね。こう今に関わっている、過去があって、今にも関わってるんだよっていう時だったら、現在完了形や現在完了進行形が出てくることありますよね。気をつけなきゃいけないのは、そうなんですよ。こういうことは知っていても、今回の文みたいに、three times っていう、ほら、完了形の印あるじゃないですか。で、完了形の印があって、で、あ、was っていう過去形がある。だから、過去で完了形の印で過去完了だっていう風にね、なる解き方は、すごく有効ですよ。ものすごく有効なんですが、まあ、例えばこの問題見てみましょう。はい、これですね。When she won っていう過去の印ついてますよね。時制が過去ですね。ね。Nicole novels for about 7 years when she won the national novel contest。これもユーテラで扱ったかな。うん、で、when 説の中に won っていう過去の印ついてますよね。で、過去の印ついてて、あとは for about 7 years っていう7年間っていう継続の印がついてますよね。で、過去で継続の印がついてるんだから、過去と継続の意味を表す完了進行形の had been writing っていうのを使えばですね。had been writing novels for about 7 years っていうふうに使えばわけですね。ただ、これっていうのはナショナルノベルコンテストに勝ったですね。それこでコンテストで優勝したっていうのの、ここの、それより前の時間が出てきますね。こっからこう7年間だよっていう風になっているので、ある基準となる過去があって、それよりも前
が出てくるときに使えるんだよ。もちろん継続ですから、ここからここまでの間にね、関わるわけです。じゃあこれどうなります？I am in China for 3 years when I was a child, but I can't speak Chinese at all. ですね。まあ、今までのセンター試験の問題でしたが、ちょっと今回は解題してやってますか。Have lived, had lived, lived, lived なんですが、でやっちゃいけないのは、あ、when I was, I was っていう過去の印がある。で、for 3 years、あ、継続の印があるぞ。3年か。だから過去があって継続の印があるから、過去完了って言って、had lived に飛びついちゃう。でもこれだと前の時間ですよね。ハドタス過去分詞である基準の。だ子供の時よりも前にチャイナに3年間住んでいた。生まれたらもう子供なんだけど普通は。ね。ベイビーをどかしてるって考える。でももう子供の時があってそれより前は変だよね。っていう風に思ってください。だこれは lived なんですよ。子供だったっていう期間の中にチャイナにいた時間があるわけですね。そう、こういうふうにある基準よりも前じゃなくて、あるこの過去があったらその中に入っている場合はここ過去形で表すんですよ。だから今回の問題ですね、 I went there three times when I was in elementary school っていうのは、エレメンタリースクールの時間、こう大きいわけですね。この大きい時間があって、その中で3回行ってるんですよ。ここで3回。だこの過去のある過去があって、その中に入ってる場合は過去形でそのまま表すんで、だから I went there three times when I was in elementary school ですね。だから完了形の印みたいなのがついていても過去形で表さなきゃいけない。でさっきのも子供の時っていう幅があって、その中で3年間チャイナにいたわけで、 for three years っていう継続の印があって、あ、完了形かな、完了進行形かなって思っちゃうんだけども、この過去の中にある場合はそのまま過去形にしなきゃいけないわけですよ。でもちろんこっちの時間がね、ある基準があって、それよりも前とかって言うんだったら出てくるわけですよ。例えば I had lived in China for 3 years when I first met him ですね。だから彼に初めて会った時はチャイナに3年間住んでいました。だからある基準の過去があって、それよりこの3年間ですね、もうより前の時間が出てきてますね。だより前の時間が出てくる場合にこの過去完了っていうのが出てくるっていうふうに覚えておけば OK です。もちろん例外も知ってますよ。だからここではわざわざ過去完了と大過去の違いとかっていうのもやらなかったし、あとこれに当てはまらない例外だって知ってますよ、もちろん、はい、あるのは知ってます。知ってるんだけど、とりあえずまずはこれをきちんと押さえておいてください。これを知っとけば、まあこれって難問として出てくることあるんで、時制の問題でね、はい、対処できますので、はい、ぜひともこれを知っておいてください。はい、この動画が良かったらぜひね、高評価、チャンネル登録を忘れずに。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。